の番だね。お任せを。行くよ。お任せを。行くよ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 。僕の番だね。僕の番だね。僕の番だね。なんていうか落ち着いた感じのいい場所ね。静かだし勉強をするにはもってこいの環境みたいだね。今は授業中ですから、もう少ししたら途端に騒がしくなりますよ。学園祭まで間もないですし。なるほど、みんな準備に大忙しなんだね。はい、生徒会長に紹介したいんですけど、まだ授業中ですから、まずは学園長室に案内しますね。学園長室？王立学園の責任者であるコリンズ学園長のお部屋です。本館1階の右奥にあります。うん、了解。それじゃあまずは学園長に挨拶に行くとしようか。園長、ただいま戻りました。クローゼ君、戻ったか。おや、そちらの君たちは。はじめまして、学園長さん。遊撃士協会から来ました。おお、まだ若いのに遊撃士とは大したものだ。孤児院で火事があったそうだが、もしやその関係で来たのかね。はい。そうか、大変なことになったものだ。わしらも何らかの形で力になれるといいのだが。まずは学園祭を成功させて子供たちを元気づけること、そこから始めるしかな。はい、そこでお芝居についてはエステルさんとヨシアさんに協力していただこうと思いまして。いい考えだと思うよ。エステル君、ヨシア君、どうかよろしくお願いする。あ、はい。微力を尽くさせていただきます。劇に関しては生徒会長のジル君に全てを任せている。監督も担当しているから詳しい話を聞くといいだろう。わしの方からは寮の手配をしておこうか。え？寮？なんといっても学園祭までほとんど時間がない。おそらく毎日
夜遅くまで練習する必要があるだろう。そうなると泊まる場所が、あ、なるほど。それは助かります。ちょうど授業も終わりだな。早速生徒会長に紹介してあげるといいだろう。はい、エステルさん、ヨシアさん、次は生徒会室に案内しますね。この本館の右手にあるクラブハウスの2階にあります。チェックと予算の割り当ては OK。 招待書の発送も問題なしと。残る問題は芝居だけか。このまま見つからなかったら俺たちがやる羽目になるのかね。私はともかく、あんたは問題外でしょうが、衣装合わせをした時のおぞましい格好といったら。言うなっての、俺も思い出したくないんだから。ただいま、ジル、ハンス君。あ、クローゼ、火事の話聞いたわよ。大変だったそうじゃない。院長先生とチビたちは大丈夫だったのか。ええ、一応みんな無事でした。ただ孤児院の建物が完全に焼け落ちてしまって。そうか。元気出しなさいよ。悩んでいたって仕方ないわ。チビちゃんたちが楽しめるよう学園祭を成功させないとね。うん、テレサ先生にもそんな風に注意されたから全力で頑張るつもり。あんたが本気を出せば百人力だから期待してるわよ。ところでさっきから気になっているんだけど、その人たち。はじめまして、私エステルっていうの。ヨシュアです、よろしく。それじゃあんたたちがクローゼの言ってた約束通り連れてきたわ。二人とも協力してくださるって。いやー、助かったわ。はじめまして、エステルさん、ヨシュアさん。私、生徒会長を務めているジル・リードナーと言います。今回の劇の監督を担当してるわ。俺は副会長のハンスだ。脚本と演出を担当している。よろしくな、お二人さん。うん、こちらこそよろしくお願いします。それにしても、ま、何？さすが遊撃士だけあってスポーツも得意そうな感じね。エステルさん、剣は使える？まあそれなりには。棒術がメインだけど父さんに習ったこともあるし。よっしゃ、これで決まりね。あなたにはクローゼと剣を使って決闘してもらうわ。決闘？もちろんお芝居でですよ。クライマックスに二人の騎士の決闘があるのよ。まあ劇の終盤を彩る迫力のあるシーンなんだけど、クローゼと勝負できるくらい腕の立つ女の子がいなくてね。この子フェンシング大会で男子を押しのけて優勝してるし。へー、すっごい。ちなみに決勝で負けたのはそこにいるハンスだけどね。悪かったな、負けちまって。ちなみに俺が弱いんじゃない。あくまで
学生レベルの話ですから、本職のエステルさんの足元にも及ばないと思います。またまた謙遜しちゃって。でもそういうことならちょっとは協力できるかも。クローゼさん、頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。それにしても女騎士たちの決闘なんてなかなかユニークな内容だね。女騎士？二人に演じてもらうのは劣気とした男の騎士役だぜ。しかしヨシュアさんの方は文句のつけようがないわね。期待してもいいんじゃない？ああ、悔しいが同感だぜ。ん？その劇どういう筋書きなのかな。題名は白き花のマドリガル。貴族制度が廃止された頃の王都を舞台にした有名な話なの。貴族出身の騎士と平民出身の騎士による王家の姫君をめぐる恋のさや当て。しかもこの3人身分は違うけどお互い幼馴染の関係にあってね。それに貴族勢力と平民勢力の思惑と陰謀が絡んできちゃうわけよ。まあ最後は大団円、文句なしのハッピーエンドだけどね。へえ、面白そうじゃない。それでどうして女の子が男性役を？それが今回の学園祭ならではの独創的かつ刺激的なアレンジでね。男子と女子が本来やるべき役をお互い交換するっていう趣向なのさ。男女が役？へえ、そんなのよく先生たちが許してくれたわね。性差別からの脱却、ジェンダーからの解放とかなんとか理屈をこねて無理やり押し通しちゃったわ。本当は面白そうっていうそれだけの理由なんだけど。ジルったらもう、ほんとこんなやつが生徒会長とは。ようも。確かに面白そうかも。ちょっと待った。その話の流れで言ったら僕が演じなくちゃいけない重要な役っていうのは。いやほんと助かったぜ。クローゼありがとね。いい人たちを紹介してくれて。ごめんなさいヨシアさん。これが舞台衣装か。騎士っていうから鎧でも着るのかと思ったけど、さすがに甲冑だと演技に支障をきたすからね。現在の王室親衛隊の制服をアレンジする方向で行ったのよ。そうなんだ。クローゼさんはショートだしハマり役って感じがするけど。ありがとうございます。エステルさんもとてもよく似合ってますよ。そうかな。ところでなんで色違いになってるの？私が演じるのは平民の青騎士オスカー、エステルさんが演じるのは貴族の赤騎士ユリウス。それぞれの勢力のイメージカラーなんです。はあ、なるほど。それじゃあヨシアは？二人の騎士の身を案ずる王家の白の姫セシリアだ。ささ姫、どうぞこちらへ。ちょっと待った、まだ心の準備が。頼むから何か言って。このまま放置されるのはちょっと。いや、なんていうか全然違和感ないわね。びっくりしました。
すっごく綺麗です。うんうん、自信持っていいぞ。事情を知らずにあんたを見たら俺ナンパしちゃいそうだもん。正直な感想ありがとう。全然嬉しくないけど。まさに私の狙い通り。この配役なら各方面から受けを取れること間違いなしね。みんな一致団結して最高の舞台にするわよ。うっす。うん、ではエステルさん、手前のベッドを使ってください。サンキュー。でもクローゼさんとジルさんって同じ部屋なんだ。通りで仲がいいわけね。学園に入って以来の仲です。ルームメイトにして腐れ縁ってところかしらね。ところでエステルさん、一つ提案があるんだけど。何？私のことはジルって呼び捨てにしてくれるかな。さん付けされるとなんだかむずがゆいのよね。代わりに私もエステルって呼び捨てにさせてもらうから。うん、そうさせてもらうわ。でしたら私のこともどうか呼び捨てにしてください。その方が自然な気がしますし。そう、だったら遠慮なく。ジル、クローゼ、しばらくの間よろしくね。はい、こちら。まあ女状態だし気軽に過ごしてもいいわよ。建物の中にいる限りは男子の目も気にしなくていいし。だからといってだらしないのは感心しないけど。ああ、これだからいい子ちゃんは困るのよね。かまととぶっちゃってもん。あ、ひどい。そんなことを言う子にはお菓子焼いてもあげないから。あ、嘘嘘。クローゼ様、私が悪うございましたです。ダメ、反省しなさい。あら、どうしたのエステル、まじまじと見つめたりして。いやー、なんだか羨ましいなって。羨ましい？私もロレントに仲のいい友達はいるけど、せいぜいお互いの家にお泊まりするだけだったのよね。こんな風に気の合う友達と一緒に暮らせていいなって思って。クローゼ、どう思う？どうって言われても、エステルさんに羨ましがられるのはちょっと納得いかないような。え？あ、やっぱり。何言ってやがるんだこのアマはって感じよね。なんで？あんたね、自分が誰と一緒に旅をしてるのか分かってる？自宅では一つ屋根の下で暮らしていたんでしょうが。え、もしかしてヨシアの話？もしかしなくてもそうですよ。あんな上玉の男の子といつも一緒にいるくせに女状態を羨ましがるとは。もったいないお化けが出るわよ。もう何言ってるかな。ヨシアは私の兄弟みたいなものだってば。何年もの間家族同然に暮らしてきたんだから。おほー、家族同然ね。あんたがそのつもりでもヨシア君の方はどうかしら。え、あの年頃の男の子って抑えが効かないって言うし、ましてあんたみたいな健康美あふれた子がそばにいたらいろいろと辛かったりして。もうジル、ごめんなさい。エステルさん、ジルってば興が乗ると人をからかう悪癖があるんです。ブーブー、悪癖ってなんだよ。何か文句でも？いや、めっそうもないっす。
もうびっくりさせないでよ。そんなまさかね、ヨシアがだなんて。意識してる、意識してる。ジル、おっと忘れてたわ。寝る前に日報を先生に提出しなきゃ。それじゃおやすみ。先に寝ちゃってていいわよ。まったくもう。そうだエステルさん、私のでよかったらパジャマを貸しますけど。エステルさん？ああパジャマね。うん、何でもいいから貸して。我が友よ、我々はついに一回、いよいよ、はい、ううん、まったく腹が、よ、よしゃ、ハンス君も予行演習は終わっ、決闘シーンうまくいきそうかい？ま、任せなさいって。そっか、うん。そういえばお二人はどうしてここに？私たちを探していたみたいですけど。ああ、エステルもヨシアも寮に泊まるのは今日が最後だろう。明日のケーキ漬けも兼ねて一緒に夕食でもと思ってさ。あ、そうなんだ。うん、私も賛成。ご一緒させていただきます。ところでジルさんは一緒じゃないの？つい先ほど学園長に呼ばれましたけど。私ちょっと呼んできますね。あ、私も行く。ヨシアたちは先に食堂で席を取っててよ。うん、わ、それじゃあ食堂に行こうか。合点だ大将。誰が大将だよ。
なるほど、それはいいや。さすが学園。あまり。ではも。うわー、すごい数のお客さんだわ。さすがは名高いジェニス王立学園だね。学園レベルの祭りとは思えないな。今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ。俺たちは生徒会室にいるから、何かあったら来てくれ。了解。二人とも頑張ってね。では、私たちも見物を始めましょうか。うん、レッツゴー。ダルマ市長、その後。あ、カルナさんだ。こんにちは。いやあ、あんたたちか。ジャンのやつに聞いたよ。何でも学園祭の手伝いをしてるんだって。まあそんなとこかな。カルナさんは警備か何かの仕事ですか。まあね。ここの卒業生にはリベールの各界で活躍する著名人が多いんだ。毎年学園祭には彼らが招待客として集まってくるからね。警備には十分に気を使う必要があるのさ。へえ、そういえば誰かもここの卒業生だって聞いたような。
ま、警備は私に任せて、あんたたちは学園に精一杯協力してきな。ここは王家が金を出してやっ、女王の。か、いつも申しておりますが、公衆の面前ではご発言にくれぐれもご注意くださいませ。確か空賊の砦で。大佐は以前から王立学園を訪れてみたいとおっしゃっていましたけれど、何分今はご多忙の身。もう少しすればゆっくり訪れていただくこともできるはずだわ。あれ、もしかしてアルバキ。おや、エステル君とヨシュア君じゃないですか。これは奇遇ですね。二人とも元気そうで何よりです。ひょっとして教授も学園祭に招待されたんですか。いえ、残念ながらそういうわけではありません。この地方にある紺碧の塔の葉、こちらの学園に。いやいや、それこの値段で毎日しょ。おお、なるほど。あ、姉ちゃん。うわぁ。とにかくヨシアを探。聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったか。相変わらずすごいわね。
あれ、あっち。ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。男を追いかけて。あれ、なんで知ってるんだい。ポーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も。みそうか。それに大変お待たせしました。ただいまより生徒会が主催する刺激白き花のマドリガルを上演します。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。時は七曜暦1100年代。100年前のリベールでは未だ貴族制が残っていました。一方商人たちを中心とした平民勢力の台頭も著しく、貴族勢力と平民勢力の対立は日増しに激化していったのです。王家と教会による仲裁も功を奏しませんでした。そんな時代、時の国王が病で崩御されて1年が過ぎたくらいの頃、早春の晩、グランセル城の屋上にある空中庭園からこの物語は始まります。街の光は人々の輝き、あの一つ一つにそれぞれの幸せがあるのですね。ああ、それなのに私は。姫様、こんなところにいらっしゃいました。そろそろお休みくださいませ。
あまり夜更かしをされてはお体に障りますわ。いいのです、そうすれば。覚えているか、オスカ。幼き日、棒切れ。おぞましい。だが、欠席していたはずでは。よかった、オスカ、ユリウス、あなたたちの決闘なんて見たくありませんでしたが、どうしても心配で戦うのをやめてほしくて。ああ、間に合ってよかった。セシリア、姫、みんなも聞いてください。私に免じて、どうか争いはやめてください。みな、リベールの地を愛する大切な仲間ではありませんか。ただ少しばかり愛し方が違っただけのこと。手を取り合えば必ず分かり合えるはずです。お、王女殿下。もう、はあ、ねえ、二人とも。はい、君のそばにいる。不思議、あの風景が浮かん、幼い頃お城を抜け出して遊びに行ったオスカーもユリウスも、あんなに楽しそうに笑って、私は二人の笑顔が、だからいつも。姫、嘘でしょ。姫、頼むから嘘だと言ってくれ。セシリア。姫様。ああ、殿下は命、その気だか。そもそも人はこれもエイドスよ。まだ分かっていないよ。あら、え、姫様。お前の傷が癒えたら。お二人ともお似合いです。空の女神も今日というよ。リベールに。リ、いやー、本当お疲れ。監督の私が。ああ、そうだ。何だ。ちょっとよう思い出したな。すぐに戻ってくるから、そのままを。せっかくだからもう一泊していけばいいのに。これから学園祭の打ち上げだってあるのよ。残念だけど遠慮しとくわ。新米のくせにあまりギルドを留守にするのもなんだしね。今日中に報告したいから。そうか。
僕の番だね。僕の番だね。僕の番だね。行くよ。まずいな。うん。行くよ。任せて。この調子で行くわよ。さてと。あ、アンデス。大丈夫。しっかり倒れている。お願いします。学園祭から帰ってくる途中で変な連中に襲われたみたいでな。子供たちに怪我はなかったが、テレサ先生と遊撃士の姉ちゃんが気絶。相当の手だれみたいだね。ギルドに連絡するはずが宿の通信機、仕方なく俺が。僕の番だね。任せて。はあ、お任せを。はあ、いくよ。私の番ですね。任せて。
任せを。アーツ駆動。行くよ。私の番ね。私の番ですね。アーツ駆動。行くよ。任せて。立て直さないと。アーツ駆動。なんとかしないと。アーツ駆動。まずいな。まだいける。まずいな。負けてたまるもんですか。アーツ駆動。立て直さないと。負けてたまるもんですか。負けられません。まだいける。行くよ。あたしの番ね。お任せを。行くよ。はっ。任せて。よーし、上出来。妙って何がよ。ああ、実はな、レイブンの連中が港の倉庫から行方をくらました。
それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、あの連中。まさかとは思ったが。おい、てめえら、こんなところで何やってやがる。アガットさん、危ない。この力、てめえ、上等だ。何をラリってるのか知らねえが、きついのをくれて。俺に任せな。僕の番だね。私の番ね。お任せを。俺に任せな。僕の番だね。任せて。お任せを。行くよ。俺の番だな。行くよ。俺に任せな。私の番ね。はっ、私の番ですね。俺に任せな。行くよ。任せて。番だね。俺の番だな。任せて。お任せを。俺に任せな。行くよ。いせ。ダイナストケイヤー。行くよ。私の番ね。私の番ですね。僕の番だね。
アーツ駆動。俺の番だな。任せて。私の番ですね。行くよ。アーツ駆動。俺に任せな。顔を洗って出直してけ。番だね。行くわよ。僕の番だね。僕の番だね。俺の番だな。お任せを。駆動。僕の番だね。俺の番だな。任せて。僕の番だね。俺の番だな。お任せを。任せて。俺の番だな。僕の番だね。私の番ですね。任せて。私の番ですね。行くよ。行くよ。俺の番だな。私の番ね。俺の番だな。行くよ。任せて。はあ。俺の番だな。俺の番だな。僕の番だね。戦闘終了。あなたたちはルーアン。
だね。この調子で次の依頼も頑張ろう。お疲れ様。何か依頼を。ギルバート、そして黒幕ダルモア市長僕の番だね。私の番ですね。
僕の番だね。私の番ですね。私の番ですね。私の番ね。僕の番だね。お任せを。はあ。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。私の番ね。アーツ駆動。僕の番だね。私の番ですね。アーツ駆動。任せて。行くよ。私の番ですね。アーツ駆動。行くよ。私の番ね。行くよ。手で死ね。ダメ。のこの日全体は軽いみたいですね。その通り。自分は中隊長を務めるユリア・シュバルツという。ルーアン市長モーリス・ダルモア殿、放火、強盗。これは夢だ。これってどうな。ジャンさんが連絡してくれた王国軍の応援。それにしてはいや、遊撃士の諸君、諸君の協力を感謝する。後のことは我々に任せてほしい。先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら気を。オートにいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて、どうやら我々情報部おたわむれを。カノーネ隊員、
あまり絡むものではないな。ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも関心はしない。後の調査は我々が引き継ぐから、レイストン要塞に向かいたまえ。そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼する。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服の機会があったらまた会う。それではさらばだ。しかし、はあ、まさか王都の新鋭、しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したの。ああ、どうして新、まあ軍の連絡機、通常の正規軍に加えて国境師団。確かに。でも今回の事件、今後ルーアン地方の、あ、そう、とりあえずは王都から市長代理が派遣されると。市長の有罪が確定すれば、そうそう、孤児院。そうですか。これもみんなエステルさんたちのおかげ。本当に、やだな。そうだね。それに、ねえジャンさん、アガットから何か連絡は。ああ、それなんだが、残念ながら黒装束の連中は取り逃がしてしまったらしい。他にも仲間がいたみたいでね。まじ、大丈夫だったんですか。ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。まあ慣れっこだろ。しばらく前からアガットはどうやら君たちのお父さんに。父さんが？どうしてそういうこと。レイヴンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだ、アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど。僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわ。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。あ、エステルさん、あの市長邸で黒い光が溢れた時に。ああ、いろいろありすぎて。これ、それのおかげで。た、珍しい色、どういった由来のものなんだい。それが、あ、ひょっとしたら。え、知ってるの。いや、心当たり。それの由来を調べたければ、サイス地方、サイス地、知っての通りサイス市は工房都市とも言われておる。なるほど。たとえ博士が見つからなくても。こんなこともあろうかと。いいんですか。空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を。この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成だね。うわ、何から何まですみ、感謝します。
川の流れを見て、うん、しかし、うわ、でも驚いてはいたみたいだけど、ショックは、まあ市長本人を慕っていたわけじゃなかったのかもしれないね。みんなから好かれているクラウス市長とは違うわけか。うん、地獄来たみたいだよ。え、ジーク、エステルさん、ヨシュアさん、ごめんなさい、おく、いや、僕たちも、もしかしてそんなに慌てることな、いえ、連絡をくださって、ど、もうクローゼってば、お礼を言うのはこっちだよ。ジークも見送りに来てくれて、それじゃあ早速、うん、さ、サイス地方に行くには南口から出ればいいんだっけ。はい、南の街道の先にあるエアレッテンの関所です。あそこからサイスへの街道に出ることができるんです。うん、よ、それじゃあ、ミこんにちは。うん、お願いしちゃう。ひょっとしたら、お、私、女王生誕祭の頃には王都に戻るつもりなんです。親戚の集まりのようなものに出席しなくてはならないので。女王生誕祭というと、確かにその頃には王都に行ってるかもしれない。あ、じゃあさ、親戚の用事が終わったら王都のギルドに連絡してよ。そうすれば。はい、エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとうございました。お二人がしてくださったこと、私絶対に忘れませんから。やだな、僕たちも君にお会いこってこと。とんでもありません。ジークも一緒に。お、うん、また会えるよね。クローゼ、お待たせしました。
ユリアさん、レイストン要塞から戻ったのですね。ええ、予想以上に失礼ながら、その件に関してご報告しようと。ありがとう。こら、ジーク、じゃれつくんじゃない。お前、護衛の使命はちゃんと果たしているのだろうな。ジークにはね、ジーク。まったく調子のいいやつだ。街道の外れにアルセイユを止めています。報告の方はそちらで。わかりました。学園生活もしばらくお休みですね。オートに戻る前に先生たちに挨拶しなくては。エステルさん、ユシャさん、お二人に負けないよう、私精一杯頑張りますね。どうしたの？いや、誰かが来たような気配がして。へえ、私たちの他にこんなところを通る人がいるんだ。誰も来ないわよ。そうだね。ごめん、勘違いだったみたいだ。あ、わかった。もう、ヨシュアってば、クローゼに未練があるんでしょう。はあ？どうしてそうなるのさ。照れない照れない。お姉さんにはお見通しよ。まあ、無理ないわよね。お芝居とはいえ、キスまでした仲なんだし。え？なんだったら今すぐ戻って声をかければ、いい返事聞けると思うわよ。もしかして今まで気づいてない。だから、あれは振りだよ、振り。うまく角度をずらしてしたように見せただけなんだけど。君って本当にそそっかしいな。台本の注釈のところにもちゃんと書いてあっただろ。あ、そっか。私ってば、どうしてこんなにホッとしてんのよ。あの、エステル、ひょっとして。大丈夫だってば。それじゃあ、とっととサイスに出発しましょう。